福川俊樹は日本のギタリスト、作曲家、編曲家。東京都生まれ。東京学芸大学教育学部附属高等学校、東京工業大学工学部社会工学科卒業。ミッキー・カーチスのバンドでプロデビュー。1985から87年、モルターットランに参加。1985年、自己のグループバリスを結成し、 六本木ピットインを中心として活動。1991年、ファースト CD、バリスをリリース。1993年、深川都式モデルというシグネチャーモデルギターが、アリアより発売される。2003年3月から6月、バリス解散ツアーを行い、解散。バリス解散後、2004年6月、納め光一、山木秀夫とギタートリオアルバム、ブラッドトリオをリリース。 2007年6月、初のオルガントリオを中心とした作品、ザ・ロード・ツー・ジャズ・ジャングル、同年9月、ウルトラマン・ジャズの再演をライブレコーディングした、ウルトラマン・ジャズ・ライブをリリース。2008年、決定版、ジャズンギターの金字塔がリニューアルされリリース。2010年、ジャズの壁を超える100のアイディアを発売。2009年、オサメ・一とのコラボレーション、デュオラマに、 10月、キャリア初ジャズスタンダードアルバム、深川俊樹スタンダードジャズプロジェクトの2作を発表。その後、福田茂夫とのデュオ作品、チャイルドフッツドリームを発表。2011年11月、モントルージャズフェスティバル、ジャパンイン、川崎2011にて、深川俊樹スペシャルバンドとして出演。2000年4月より、専属学園音楽大学にて、ジャズコースの講師も務めている。 ありがとうございます。